ヘンリー・プールは技術者である。シビキャクションス並びにバーチャルアーティスト双方の共同設立者であり、フリーソフトウェア財団並びにフェロ、インク、両者の理事を務める。現在では活動は、幾分低調となったものの、フェロは、とりわけ2002年にフェロ、ゼネラルパブリックライセンスバージョン1を公開したことで有名である。1993年、 ビビットスタジオの創設者兼 CEO であったプールはインターネットサービス産業の先駆者として知られる。また同年、彼はディミスタファイングマルチメディアという書籍の技術編集委員を務めた。1994年、彼は社会交流や技術利用のためのウェルコミュニティの活用についてその研究プロジェクトを率いた。1995年、 ビビットスタジオはマイクロソフト Windows95 のオンラインサイト立ち上げを切り盛りするためのマイクロソフトとの契約を受け負った。これはインターネットの歴史の中でテクノロジー製品を代々的に紹介したサイトとしては初めてのものである。2000年5月から2001年4月までプールはフランスの GNU リナックスシステム販売企業のマンドレイクソフトの CEO だった。 2003年、プールはアメリカ合衆国大統領候補であるデニスク・クシニッチ事務所の技術理事を務めた。プールはソフトウェア運動家の側面を持ち、ドミトリー・スクラロフと FSF のための寄付金、調達運動を設立している。彼は FSF のメンバーで唯一旧1 1真相運動に署名している。ありがとうございます。